くしていると語るか、両者の初対決ですね。そうですね、この田中選手に日本人ファイターとして認識してると思います。はい、もう一度あるんですけれども、グランドの攻防、そして打撃、いやしっかり倒しました。今度田中がかわす、戦いがかわし合ってるぞ。読めてますね。そうですね、もうこのアンソニー選手ってこのオカキン選手と一体差なんですよ。だからここで戦うの見てみたいです。そうですね、これを見てると本当に最低ではありますよね。アンソニー・グリーンは奪いました、コーナーに叩きつけた、返す方々がクラッシャー、そしてあら飛びつきました。スプリング、乗せる技術もありますね。手を叩きつけた、いやアウトリー、これが上から出るんですね。はい、さあこのまま叩きつけようかというところから、いやさらにバーボムシットダウン式でジャンプのバーボとなると、アンソニー・グリーンの評価もまた変わってきますよ。ラスト勝負に、ね、耐えられたら一つねチャンスになりますし、非常にねあのギリギリどこまで耐えられるかというね、あのバロメーターにもなります。おっと、キック連発だ、まさかが起きるか、フェイント、今度はピザー顔面飛び込むのか、いやーカウンターでもマスピアーホンのオルタネートエンディング、いかせない、リングの一番高いところが、敵を見据える。